い、どうも尾形チェリー担当プロデュースのテクタンと申します。はい、シンデレラフェスブラン開催されましたということで、今回のフェスゲンアイドルちゃんはコウメちゃんでございます。はい、いや久しぶりにね、ブラン限定のフェスゲン予想がドンピシャで当たりました。やったやったー。ちなみにね、スキルもしっかり当たったんで、予想は大勝利です。はい、いや今回のイラストね、すごいいいよね。なんかこう今までのデレステとはまた一風変わった感じで、でもコウメちゃんらしさバッチリのね、ジェイソンのイラストになっております。はい、じゃあアイドル詳細見ていきましょう。危ないお友達白坂コウメということで、コウメちゃんはダンス特化センター効果シンデレラエールの特技つながる心ということで、はい、11秒高確率のシンフォニーが来ております。はい、11秒高確率のダンス特化ですね。今のところ11秒ダンス特化の実装状況はこのような感じになっていて、まあ、レゾナンスチャームがいて、そこにエールが追加された感じで、リフレインがまだいないんで、まあ、リフレイン、レゾナンスリフレイン編成を組むことはできないんですけれども、11秒高確率のダンス特化のユニゾンがね、いるんですよね。それがアリスなんですよね。なんで、まあ、クールタイプブワーって揃って、で、チャームのランクをね、特訓前後で入れて、で、ゲストにミオちゃんを入れれば、まあ、トリコロールで強い編成を組むことができるんですよね。これは、まあ、半年ほど前ぐらいかな。その時ぐらいから、騒がせてきたね、リアムちゃんとユニゾンの証拠の入ったね、ユニット、それと同じ編成になるんですけれども、まあ、今現在は、ブレスを使った編成がクールタイプ強いことになるんですけれども、今回のこのエールが来たことによって、ちょっとどうなるかはわからないんですけれども、どっちが強いかっていうのね、私全然どっちも、ちょっと、検証することできないんで、どっちが強いかはわからないんですけれども、まあアリスだったりレゾナンスフレちゃんランクあたりを持っているね方は、ちょっとスコアタで狙いたいなと思っている方はこのコウメちゃん狙ってみるのはありなんじゃないでしょうか。はい、そして特訓後もね、まあホラー感満載なんですけれども、これね、衣装で見てみると結構可愛い感じで、はい、まずね、これこれ目がいくよね、この人形に。可愛い。結構ね、もう細部がすごいこだわってる感じで、この目ん玉ついてるリボンだったり、いや可愛いね、この目ん玉ついてるリボン可愛い。そしてね、このコートのね、もうほら見て、この後ろとかさ、すっごい細かいところがこだわってる感じで、このコートめちゃんこ可愛いよね。綺麗、色も綺麗やし、足元もね、このアシンメトリーでめっちゃおしゃれやし、めちゃんこ可愛い。ホラー感が出てるけど、すごい可愛さのある感じの衣装で、いやこれはね、ソロ曲にもアンデッドダンスロックとかルナショとかね、そのあたり全部合わせられそうで、いやめっちゃいいね。欲しいんですけど、まあ、フェスね、毎月開催っていうこともあるし、やっぱりなおのね、5週目に未だ震えてるんで、納税だけにします。ちょっと気持ちね、ここ使いたいんやけどね、フェスもね、誰来るかわかんないじゃないですか、正直。うん、ちょっと狙ってるアイドルちゃんがね、フェスで追加される可能性ってね、どんどんやっぱ出てきたりするんで、ノアールでもね出てくる可能性あるんで、ちょっとおとなしくしておきます。はい、ということで、じゃあノーで行きましょう。フェスなら単発でもね、出てくれてもいいんじゃないかなっていう思いがあるんですけれども、そうはいきませんでした。はい、前回限定の時にね、まあ、限定ピックアップを抜いたわけじゃないんですけれども、そこでね、単発で納税で引けたんで、フェス期間中に1回ぐらい引けたらいいなって思いつつ、じゃあメモリアルもね、
いきましょう。最近メモリアルで弾けてないよね。セカンドの SS レアすごい欲しいんやけどな。まあ、順調にルナシャインを貯めていくね。そういった方向で間違えました。スカチケね、スカチケちょっと変えない、変えてないんですよね。変えない。ちょっと優勝スタージュエルを節約したいんで、ちょっと今回見送るかもしれない。あ、ロードなしロードなし。はい、Fレアすら出なかったね。あー、単発チケ使いたいな。ちょっと1枚だけ使っていい？1枚だけ。そわそわしちゃう。いやー、よかったですねいやー、引いてよかったです。今のロードどうなんやろうな。例えばコウメちゃんやとしたときにどんなロード入るやろ。一応さ、もうあの画面部分でなんかあの画像のロードはもうできてしまってるわけ。あのガシャ画面でもう死の物言わず開きましょう。誰でも嬉しいよ。ロード入ったってことは新規なんじゃない？おっ、エマやね。これは持ってない。新規新規、ナイス。ライジングビート、あのなんかちょっと変な感じのロードやったけど、ボイスミジソーのアイドルちゃんやったら結構 50% で来る感じ多いよね。新規嬉しいよ。エマちゃんさ、どういうスキルやったっけ。あ、オールラウンドか。やっぱりアクト系とかコーディネートやったらちょっと良かったって思っちゃうよね。でも新規嬉しいです。ありがとうございます。あれではないよね、プレミアムカットではないよね。もうやめとこちゃんとやめとこ。わ、いいな、動きいいな。時々メーカルなんか出てる、ちょっとあのなんか、そう今みたいなね、出てるなんかアニメーションとかすごいよね。はい、ということでこちらのガシャ4月4日まで続きます。制服ガシャ次始まると思うんですけれども、頑張って予想したいと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。